私もゴーグル発祥世代からと、いよいよ始まります。今年で8回目となりますゴーグルファッションナイトアウトは、アメリカ版ゴーグルの編集長アナ・ウィンターの呼びかけで2009年より始まりました。世界最大級のショッピングイベントです。ゴーグルを発行する世界各国で開催されていて、日本でも東京メドレーにスタートして年々大きな盛り上がりを見せています。第8回目となる今年は、世界14カ国とショッピングを通じてファッションが持つパワーや楽しさを伝えるという目的のもと実施しているんです。東京では表参道、青山、原宿エリアを中心にゴーグルと各店舗が協力をして、ファッションとショッピングの楽しさを来場者に体験していただくために、数々のイベントをご用意しています。さあ、もう街はすでに盛り上がりを見せているんですけれども、まもなくこちら表参道ヒルズスペースホールは、ゴーグルファッションズナイトアウト2016オープニングセレモニーがスタートしようとしています。さらにですね、今年は LINE ライブでもオープニングセレモニーを配信、生中継もしているんです。さあ、それではですね、ここで FM をスタート先立ちまして、今回の FM王の楽しみ方、皆様にお知らせしてまいりたいと思います。さて、今年もここ表参道、青山、原宿エリアを中心にゴーグルと633のブランド、ショップ、地域団体がさまざまな趣向を凝らしたイベントやパーティーを実施します。まずは FNO を楽しむためにゴーグルジャパンの10月号別冊ブログの FNO ガイドブック、または FNOをゲットしてお気に入りのショップをたくさん回ってみてください。 FNO フライヤーは表参道ヒルズ1階、 FNO インフォメーションカウンター、地下3階スペースオーナーにありますゴーグルブースや FNO 参加店舗などで入手することができます。 FNO 最新情報をゲットするには、 FNO オフィシャルウェブサイト、ゴーグルジャパンのフェイスブック、ツイッター、インスタグラムでもぜひ活用してください。イベントの最新情報やバッグ、さまざまなショップのノベルティや期間限定アイテムをチェックして、ご自身の投稿でもぜひ盛り上げていただきたいと思います。また、ハッシュタグシャープ FNOJP をつけて、行きたいショップや欲しいアイテム、ゲットしたいアイテムを投稿してください。抽選でエリザベトリンやダイソンスーパーソニックドライヤーやアップルミュージックカードが当たるキャンペーンを実施しています。詳しくは FNO ウェブサイトをご確認ください。また、ファッションに関するアンケートもオンラインで実施しています。星野リゾートの宿泊券やゴールのオリジナルバッグなどももらえるチャンス、ぜひですね、皆さんチャレンジしてみてください。ここ表参道ヒルズ会場での FMO 幕開けを飾るオープニングセレモニーは、 MC を務めるクリス・ペプラーさんに加え、スペシャルライブに力強くも澄んだ歌声が魅力のクリスタル・ケイさんが登場。 FMO サポーティングゲストであるモデルの秋元美津さん、モデルの森ひかりさん、そして DJ やデザイナーとして幅広く活躍中のマドモアゼルユリアさん、モデルでタレントのラブリさん、そしてモデルで女優の土屋アンナさんと共に華やかなオープニングを彩ります。なお、オープニングセレモニー中の個人のカメラ、携帯電話での撮影はご遠慮くださいますようお願いいたします。そして、今年も FMO オフィシャルサポーティングメディアでもある JWAVE のサテライトスタジオがスペースウォーに登場いたします。人気番組の公開収録が目白押し。今年も東京会場のショッピングタイム中に FMO の MC であるクリス・ペプラーさんをはじめ、ナビゲーターやゲストが楽しいおしゃべりとともに会場の熱気を伝えます。JWAVE サテライトスタジオの対応テーブルは、ゴーグル10月号別冊
録の、FMO ガイドブック FMO フライヤーや FMO オフィシャルウェブサイトからぜひチェックをしてみてください。さらにですね、FMOもう一つの目的があります。ファッションにある社会貢献を推進するため、今年もですね、チャリティー企画を実施しているんです。東京、大阪両会場の参加店舗や商業施設、チャリティー企画に賛同いただいている67の商業施設、参加店舗、そしてスペースオーのオールブースに設置された募金ボックスに寄付いただけると、今年は計10種類の FMO オリジナルバッジをプレゼントいたします。さらにですね、今年はオールブースではしか手に入ることができない光るバッジを販売しています。募金の一部は NPO 法人国境なき子どもたちに寄付されます。こちら表参考ユーザーには本館1階 FMO インフォメーションカウンターや地下3階スペースをオールブースにて募金が可能となっています。集まった募金は認定 NPO 法人国境なき子どもたちを通じて東日本大震災および熊本地震の復興支援活動を中心に寄付いたします。他にも表参道ヒルズ崩壊地下1階スペースオーでは、毎年恒例のオープンブースでは先ほどのチャリティー企画の FMO オリジナルバッジとオープンブースにしか手に入らないオリジナルの光るバッジの販売のほか、ボールのファッションムービーの上映や音楽とともにボールの世界観をお楽しみいただくことができます。そして今年初登場のオールガールブースでは FMO 特別タブロイドの開封、一夜限りのオールガールスケジュールプレゼントのフリップが登場します。そしてこちらでもチャリティー企画を実施します。募金をすると人格の場合オリジナルステッカーをプレゼントさせていただきます。募金の一部は NPO 法人国境なき子どもたちに寄付されます。皆さんぜひご参加ください。スポンサーブースでは今年もさまざまな楽しいコンテンツが実施されます。毎年恒例の FMO メインスポンサーアンビーが今年もやってきます。表参道ヒルズ本館の1階メインエントランスの方は新型アンビー R8 が展示します。またこのアンビー R8 を SNS で投稿されたお客様を FMO 開催エリア内のおすすめスポットまで送迎してくれる、送迎してくれるアンビー友人サービスを開設いたします。また FMO をタッグ組んで今年で5年目を迎えるエリアが毎年発売していますデザイナーズモデル10周年記念のスペシャルなデザインを世界に先駆けてお披露目するほか、持ち歩きに便利なペットボトルの無料配布を行います。続いて今回 FMO 初参加となるグローバルブランドカメバー、9月15日より日本を皮切りに世界デビューをしますカメボー化粧品の新ブランドカネボースキンケアメイクをブースで体験できるほか、サンプルをもらえるチャンスがございます。この機会にぜひ体験してみてください。こちらも FMO 初参戦のダイソン、話題の沸騰のドライヤーをダイソンスーパーソニックブースで体験することができちゃいます。またモデルの秋元小梅さん、ヘアアーティストの岩泉洋二さんによりますスペシャルトークショーですね、ステージで18時から実施されます。皆さんこちらもぜひお足をお運びください。そしてキリンからは飲食店でしか飲めなかったキリンマーシードルがついに全国のコンビニスーパーで9月27日からこちらの発売に先駆けまして、今回特設ブースで撮影した写真を投稿するとオリジナルバッグとマーシードルがもらえるチャンスがございます。皆さんぜひこちらも立ち寄ってみてください。なお、インフォメーションカウンターでは、オールジャパン年間の購読者独占といたしまして、さまざまな豪華商品が当たる抽選キャンペーンプレゼントをご用意しています。ダイソン様よりダイソンスーパーソニックヘアドライヤーを10
抽選で1名様に。また、カネボウ様よりフレッシュクリーム&ナイトサプリペアやサンプルセットを年間購読様全員にプレゼントいたします。その場でお得な年間購読をお申し込みもできます。この機会にぜひお申し込みください。今後、小野辺さんのオフィスはこれからスタートする大阪セレモニーやスペインスボードの他にもパートナーの商品が参加し、スペシャルイベント、限定商品、嬉しいお得なメニューやサービスで皆さんをお出迎え。また、館内ではファッションドクターをテーマに写真撮影を盛り上げるおしゃれでユニークなブロックアイテムが配布されます。ぜひ皆さん、テントしてスペシャルな気分を盛り上げていただきたいと思います。他にも、小野辺さんと青山、原宿、さまざまな商品が FMO に展開されています。原宿カルチャーを牽引するラフォーレ原宿では、ランウェイをテーマにして一体のエントランスが、館内ではファッションショーが開催されてしまいます。さらに6階、ラフォーレ原宿では、もしもから始まる冒険の世界を開催しています。今年もさまざまなコンテンツで FMO を盛り上げてくれます。東急プラザ、表参道、原宿、原宿クエスト、ジャイル、青、心地渋谷など、この他にも FMO 参加店舗、街の方もですね、それぞれのオリジナルが企画、スペシャルな夜を盛り上げてくれます。さあ皆さん、お伝えしきれないものも楽しみがいっぱい詰まった、ボーグファッションナイトナイトアウト2023